別に私はどちらだっていいのだけど、 Windows 専用ソフト玉ゆら未来発売までついにあと1週間ね。子供の頃から見えていたおかしなものの正体がここでは妖異と呼ばれているそうなのだけど、まさか自称魔法使いの怪しい男の子から弟子になるよう言われるなんて、まったくおまけの方が豪華な深夜の通販番組に出てくるやたらリアクションの大きな外国人くらい怪しい話だけれど、しょうがないから話くらい聞いてあげてもいいわよ。